はい、速稼塾の久保です。今回はですね、椎野君から新しい気持ちでスタートするということで動画をいただきまして、その返信動画になります。ですので多くの方にはあまり関係ないかもしれません、すいません。ただですね、何もない状態でこれから副業を一から始めようとする方には、この動画のやり取りとともにステップアップしていけば一定の金額をね稼げるようにはなると思います。というのが、この稼げる方法ってもうねパターン化してるんですよ。だからこれをやったらそうなるよってものが結構ありまして、私はそれをお伝えするだけなんですよね。じゃあなんでね目標金額にいかないのか、稼ぎ続けることができないのかってことなんですけども、これはですねすごくシンプルなんですよ。今皆さん忙しい中働いてらっしゃいますよね。お金稼いで月末の支払いに追われてますよね。その忙しい中で数年後のために、例えばね3年後に1億稼ぐために、今日から3年後を目指して少しずつ3年間休むことなく続けていく、継続していくっていうことがね、どれだけ難しいかってことにかかってるんですよ。私はたまたまできましたけども、多分多くの方は今日は体調が悪いと、今日は忙しかった、今日はもう眠いからっていうので後回しにしてしまうんですよね。後回しにすれば結構ねやらないんですよ。後回しにしたことでやったことって思い出ありますかね。なんか多分ねやらなくなると思うんですよね。だから私はね、これからこのやり取りを通じて再挑戦してみよう、もう一回やってみようという方にもエールを送っていきたいと思います。さあ、それではね、初日の課題なんですけども、すでに出してますけども、自己アフィリエイトの金額、これね、未確定でいいんで、どのくらい上げたかっていうのをぜひね、お知らせしていただきたいかなと思います。自己アフィリエイトの金額、もうこの課題出してだいぶ1ヶ月弱になると思いますんで、相当な金額いってると思いますけども、いかがでしょうか。自己アフィリエイトの実際金額が出ると次のステップに向かうことができます。それでは楽しみにしてます。よろしくお願いします。